明けましておめでとうございます。Yo, what's going on, 日本？リックやで。ハッピーニューイヤー！スラマタホンバルー！いやー、年明けましたね。だいたいこの時期とかね、年末年始とかになると、よく周りの人とか同僚とかに聞かれるんですよ。リック、お正月帰ります？そもそもマレーシアってお正月あります？あるよ。4回でございます。聞き間違いではないんですよ。4回でございます。まずは定番のお正月です。1月1日のお正月ですよね。これは12月31日から始まるんですけど、まあその時にはね、その夜中になると皆さんがカウントダウンにするところに行くんですよ。家族たちが、まあ若者たちとかも子供たちも一緒に行くんですけど、カウントダウンをして19とか言うて321ってなると、ピューン、花火が打ち上げられて、で10分後でだいたいみんなテンションが下がっていって家帰って終わりぐらいですよね。次に来るお正月は今年の場合だと旧正月ってやつがやってくるんですよ。これはご存知の皆さんがいっぱいいるかと思いますけど、旧正月っていうのはまあ中華系のお正月っていうですかね。旧正月の時に何が盛り上がってるかというと、ライオンダンスとかがあるんですよ。でその他にもね、太鼓を叩きながらパレードする時もありますよね。その他にテレビが盛り上がってるんですよ。たくさんの香港映画とかね、台湾のドラマとかね、放送されるんですよ。結構盛り上がってます。その次の3つ目のお正月っていうのはタイプ3っていうお正月です。このタイプ3っていうお正月がヒンズー教のお正月になります。この時もパレードがあります。一番盛り上がっている場所で言うと、マレーシアのバトゥーケーフというでっかいのヒンズー教のお寺ですかね。普通の街とかにも決まった人たちはね、特定の人たちがあの体に針を刺しててでっかいものを背負ってながら、ね、パレードするんですよ。これはね、意外と観光客の目を引くぐらいの盛り上がりがあるかと思います。もちろんテレビの方も盛り上がっているね。テレビではいろんなボリウッド映画が放送されるんですよ。これも間違いなく盛り上がっています。あと最後に来るお正月はイスラム教のお正月になります。アワルムハラムというお正月です。このお正月はね、意外とそこまではね、ヒンズー教と中華系のお正月には盛り上がってはいないんですけど、どっちかというとそのイスラム教たちは普通にお祈りをしてるぐらいですかね。まあイスラム教の祭りの中で一番盛り上がってるのは、まあお正月ではなくてラマダン明けの祭りの方が盛り上がってるんですよね。でもこのお正月たちの中でね、一番何がいいかというと、他にもない、全てが祝日になっております。いやー、休みが好きなディックにとってはお正月っていうのはありがたいイベントです。いやー、どうでしたか皆さん。なんやかんや言ってね、俺もね、日本の正月の文化が好きなんですよ。31日の夜からね、なんかこたつの中に入って体温めて、まあ、みかん食いながら紅白とか罰ゲームとか見るんですよね。でずっと紅白とか罰ゲームのチャンネルを切り替えながらずっとみかん食べるんですよ。もうずっと食べてギリギリ12時ぐらいまで食べて、でお腹痛くなっちゃうんですよね。12時前にトイレとか行って、その様子ましてから12時過ぎたぐらいにトイレ出て、あ、年過ごしたかみたいな ね、今年トイレ入ってで来年トイレ出るっていう、なんか年に一度ぐらいしか体験できない現象も体験できるんですよね。というわけで今日の話はこの辺にしときます。ぜひ皆さん今年のディックチャンネルもよろしくお願いします。また会いましょう。以上、ディックやったで、バイバイ。